原宿でですすお寿司ですさあ、アリッチャーリアワーなんですけども、ええ、今日はねまた、うん、この企画好きの室木お寿司が何かやりたいことがあると申しておりますんで <laughs>、うん、話だけでも聞、はいてくれますかねやるやらないはもう別で <laughs> じゃあ気に入ったらやってもらったらいいんですけど,いいすけどはい、はい、えー、っとね、うん、こないだ漫画ってやったじゃない 漫画を朗読して何の漫画かを当てると固有名詞とか一切言っちゃいけないで漫画のリフだけで作品を当てるっていうゲームをやりましたねでこれさもう動画でもいけんじゃねえかと思って動画を無音で見ながらそれを解説して相手に当てさすと動画映画ってこと映画ですね 映画かえじゃあなんかそのわかんないですけどアメリカ洋画も,も洋画も洋画も邦画も有名有名動画ですよほんなジョーズ」みたいな映画を映画のさ最初ってあんま覚えてないじゃない、うん、オープニング まあ有名な、ね、<う>シーンは覚えてるけどそうそうそう意外にさ最初からの部分ってあんま覚えてないから、うん、それを説明されてもあんま分かんない気がする。だ、まあ、だんだん分かかってくるかもしれないねそういうわけで,で、うん、その主人公の名前とかは言わないようにして状況説明だけをだからのプロレスの解説みたいな感じでとにかく説明しまくる,ることによって相手に当てさすっていう。 おなるほど解説力が問われるゲームです,よいいですねこれじゃあじゃあもう早速やっちゃいますよでもそんなめっちゃマイナーなあれじゃないよねさすがにそうこれ見てねえよっていう, <laughs> そ,う,そ,うそれはさすがにやめますよドメジャードメジャードメジャーも誰もがおそらくそ知らなかったら知らないやつが攻められる <laughs> そんなにそ,そ,それはもうわかるでしょこれはこれでもさ、うん、かわかんなかったら2時間ぐらいずっとお寿司さんが。<laughs> <laughs> ただただ解説してる <laughs> それはそれでちょっと面白い <laughs> 解説で<す> <laughs> ももちろんやりましょうかちょっとやってみたいとかんないんやんなきゃちょっとわかんないから、うんうん、ちょっととりあえずやってみようじゃあ今お寿司さんが、うん、イヤホンをして映画を見て僕はその画面は一切見れないんでうん、うん、全く何が映ってるかわかりませんはいはいそんで俺は状況説明をとにかくするとこれは説明の仕方かに問われるよねうんじゃあちょっといきますよはいじゃ,じゃあ何だろうな 始まりました上手じゃないってことだった <laughs> おちょっと待ってくれよ まあ、あのー、映画の始まる前のやつが流れてます、ね。うん、あ,あるね。十世紀フォックス的な,な。そうそう、なんか、雲が、なんか、綺麗だなはいはい、はい。雲ね。うん、雲が綺麗なやつだね。ここで分かっちゃう人もいるもう。そう、夜空を、夜空が綺麗ですよ。夜空。うん、夜空。始まるってこと。ね、うん、そうですね。夜空から、こう、字が出てきましたね。これ、オープニングの、これ、オープニングで、字が出てくるタイプのやつだね。 えあれじゃないスターーウォーズじゃん。あ<え> <laughs> そんなベタな,んじゃな <laughs> あのそれはないか <laughs> それはさすがにわかるでしょ、うん、なんかね、うん、夜空にな,なんか飛んでるなこれ虫かな虫みてえなのが飛んでるね,ね。虫が飛んでる、うん、まだね文字が文字の書体はね、うん、フランスのおしゃれな書体みたいな、はい、<laughs> 全然わかんないやつですねええー あのインパクトのフォントではないやつですね細いあ虫がねトンボがねトンボみたいなやつがすごいアップでこっちに向かってきてるよトンボがトンボがこっちに向かってきてるんですよさあトンボが向かってくる先には何があるのかまだトンボが飛んでるトンボ推しがすごいなトンボすごいねトンボがすごくねそんなにトンボ飛んでるのよ トンボ飛んだ絵がある、うん、トンボ飛んでるところにまた文字がまだまだ来てるま<だ> <laughs> これなんか最初のスタッフのクレジットみたいになってそ <laughs> うですねあ車が1台走ってる車がなんかね、はい、車が下の方ですトンボ越しに車が走ってるトンボ越しに車 <laughs> これすごい荒野だね荒野へ<ー>なんもない荒野ここはただっ広い道だなここは。 何号線なんだろうかあんかアメリカっぽいですね洋画かなサボテンみたいなのもいっぱい生えてるねここのトンボが上の方に行って月が見えてきました月を見てからトンボがトンボ長えなトンボの映画かこれトンボがぐーっと走ってああぶつかる危ないトンボが今トラックにぶつかりそうになったんですよ あのギリギリでねトンボよけましたああんか <laughs> トンボは殺さないんですね。トまだまだトンボが飛んでトンボのシーン長くないトンボ主人公なのこれ <laughs> 主人公ではないと思うんですがトンボがずっと飛んでますえっそんなああー車に今のひかれそうになってぐるぐるぐるっとトンボがよろよろよろっとよろけていってよろけた先には何があるうん。まだまだ道路ね道路の上をトンボが飛んでいるまだ飛んでる<今> <laughs> <laughs> あまりにもさ <laughs>、車にぶつかった <laughs> あらさっき避けたのに。車にぶつかって緑色の液体が出ちゃったし<ー>まそし、ねはい、たらね、なんかね、いっぱいいろんな人が乗ってる車にぶつかったんですね。いろんな人が。うんでねはい ハゲてる人が運転してますよ。ハゲてる人。難民みたいな人乗せてるねこの車。へえ。バスのような。お、バスがそして走ってるその先には何があるんでしょう。うんうん。なんか剣門みたいなのがあります。あなんかありそうだね。これ洋画だな間違いなく。剣門があるね。あ、佐藤佳次郎みたいなやつが映ってますね。テンガロンハットかぶったやつとかね。天ガロンハット。あ、剣門ですねやっぱり剣門が。ははは。あこれサボテンがあるからこれメキシコの方から来たのかなこれもしかしたら。 声かけられました、警察に。何を運んでるのかなと。なるほど。ありそうだな、これ。<laughs> さあ、ドアを開けられて運転手が降ろされましたよ。何を積んでるんでしょうかと。ざっ、うん、と開けられた。後ろのドアを開けられた。あ、うんうん、あ、あ見つかっちゃった。難民難民が、ね。亡命してたしようとしたのかな、この人たちは。メキシコの人が。あ密入国者が。運び屋は1ドル、100ドルだの罰金だぞと言われてますね。うん,うん。うん そしたら後ろから車がやってきましたよ。はい、お、スーツを着た二人組がやってきましたね。ほうほうなんだこの人たちは。<う>あ、しょじいさん二人だな。じ、う、い、ん、さん二人、うん、だあ、お、なんだなんだわかった。わかった <laughs>。ちょっとさ、メインブラック。<laughs> 正解、正解です。<laughs> やったー <laughs> ちょっと、難しい。<laughs> <laughs> これどうなんだろう よく分かかっったね、<laughs> メインブラックって。いやなんか最初のシーンがね、まず俺見た覚えあるなと思ったんで、ね、そのトンボがぐちゃっと潰れてっていうシーンを俺見たなと思っててなん<う>だろうと思ってたら<う>ジジイが2人出てきたかも<あ>スーツってなるとああああもうメインブラックそう正解です。す <laughs> いやメインブラックの最初あんなトンボが出てくるないやトンボそんな出たかなっていうのはすごいこれがこのクイズの、うん、確かにいいところいいところかな気づかないオープニングに気づくっていうねもう確かにメインブラックといえばもうトンボっていうのが今刷り込まれましたわ、うん、最初にこんな長くトンボ映ってたのかっていうね、うん、いやー意外と長かったもんねまあでも今1分32秒で当てたいやいいじゃないですかこれ ああ、いや、でもこれ結構嬉しいですね、当たると。結構ね、などういう感じなの、うん、あ、俺、映画好きだぞっていう <laughs> <ー>、映画好きをアピールできたぞっていう気持ちになるんで、すごいなんか今、<で>うん、当てたことによって高揚してます、気持ちが。今ね、意外にやっぱね、うん、当てたの早いと思うわ。あそこで当てたのは。いはい。多分まだわかんなかったんじゃないかな。 いや、やっぱすいません映画が <laughs> <laughs> 映画が好きなんもそ、ね、私そういうことね、うん、いやでも <laughs> 出題者もちょっと難しいですねちょっと <laughs> そのお寿司さんがどんぐらいの映画好きさかって俺,、ね、俺映画好きだけど、うん、この間も言ったように、うん、あの記憶力がないのよほとんど覚えてないなる、ね、うん ついこの間見た映画も多分オープニング言われても分かんねえんじゃないかなっていう。ええー、何を。でも、ね、これで知らねえよっていう映画だったらちょっとあれなんで。あ、これいいかもな。これにしよう。わかりました。僕からじゃあお寿司さんへの映画当てクイズ出題です。うん、よし、当てるぞはい、始まります。はいはいはい。あ、もう山。山,山が出てる。あ<ー>山の周りに星がこう。 集まってきて、っていうね、表示がされるっていう。あー、の、最初のやつね最初のやつが出て。こその映画なんか、あれだな。ね。見たことある気がする。さあ、どうなるかな。お、お、羽羽が、羽がふわりふわり、ふわりふわりと宙を舞ってますね。あ、俺分かった。俺分かる。分かるここでちょっと当てていいいいよ。フォレストガンプ。当たり嘘え 俺ね、フォレストガンプだけ知ってんのよ、オープニング。覚えてんの。なんで羽が、羽だなーっていうイメージが。やす羽が今回ってるとこよ。こっからあのベンチのさ、とこになって、僕のママは人生はチョコレートの箱だって、みたいな。そう。そこまでやらせてよ。羽でさ。でも羽で分かっちゃうのよ、フォレストガンプ。俺、え あのうちのさ、風呂場の天井掃除した時にさ、上から陰謀がふーって落ちてきたの。ふわっふわって。あフォレストカップみたいなやつうふうに。ここそんな印象に残ってるやつあんまいないな。俺なんかちっちゃい頃ね、見たもんで、そこの印象が強いのよ。えぇまあ、えぇ、嘘ちょっと早すぎるなぁ。いや、ちょっとね、俺それだけだから、フォレストカップだけだからそれ当てられるの。たま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 マジで。たまたまいや、まさか、それ言うと思わなかったちょっといやでもオープニングが、 あの、焼き付けますね、記憶に。そこのクイズをやると。オープニングててオープニングだけが、もう記憶にすり込まれる。<laughs> じゃあ,あ,あ、はいはい。ちょっとじゃあ、あまりにも早かったんで、うん、僕からお寿司さんにもう一問。よしよ出します。よしよしじゃもう当てるよ、当てる。これは見てるでしょう、これは。さあ、じゃあ始まりますよ。もう始まったはい。青い光。 中に詰まった少年が花を摘んでその花が配給会社のクレジットになるという感じですねあんまり見たことないですねちょっとマニアックな映画なんじゃないのそれさあそって「なんとかプレゼンツ」という黒字に白字が出されていよいよ映画が始まるなと「なんとかフィルム」「なンとかフィルム」出たさあ そしていよいよ映像が始まる海ですあー海,海の上をバーッと空撮でヘリコプターかなんかでこうブーッと行ってます。俺それれわかかるもしない海の上をバーッと,と行って陸が出てきたハイウェイが出てきた<ー>森が出てきた森の上をバーッと空撮でヘリで今撮ってますね。 海と撮ってるそしてカメラがバッと街に街の前景を捉えてそこにタイトルドン<お>出ましたおなん,かなんか知ってそうな感じするなそれさあそして、うんえー、カメラは道のあのー、ストリートの上に出て、うん、そこまた空撮でこうバーッと撮ってますタクシー黄色いタクシーが見える黄色いタクシーあうんってことはアメリカかな、うん さあスラム街チャイナタウンかなチャ,ンチャイナタウンもこうガーッと空撮で撮ってますね空撮じゃねえなこれ多分トラックのさあそしてリトルイタリーリトルイタリーそして一軒の店にカメラが入って<う>さあテーブルクロス牛乳がありますイタリア料理屋に入ったんだ牛乳あるうんそして、えー、男がタバコを吸って調子はどうだいと <laughs> ハードボイルドかにそんな感じするないいぜと。 ダセ <laughs> え会話してんなタバコをこう吸うチリチリチリっていう音が聞こえてうん、うん、灰皿をにタバコを押しつけて仕事の話あ,あメカニック違いますい <laughs> メカニック結構マイナーそして写真男の写真を差し出してああ依頼だね仕事の依頼受けてるわ、うんはあもしかして、うん、やつは火曜に町に来るぜと。 メカニックじゃない火曜は空いてるから。火曜、殺し屋だ。主人公、殺し屋だ。そして主人公は牛乳を飲んで、ドン。わかったはいレオン正解ああ、なるほどね。これも結構わかりやすかったね。そね。アイテムがはっきりと出る。キャラクターでわかるね、それね。これはでもいいですよね。すごい殺しの話をしてるのに、牛乳を飲んでるっていうので。 なんかこう、ピュアさというかああああ牛乳牛乳っていう,うこの確かにキャラ造形 <laughs> 素晴らしい、うん、この素晴らしさですよこれを体験するために何かこうクイズをねそう牛乳で完全に分かったもんな、うん、いや分かりやすかったねこれはなるほどいや結構すぐ分かりましたねまあ結構有名な作品に絞ってるっていうのもありますけどうん、うん、そうだねちょっとと難しくすると結構 もういいや全然上かんないだろうねなかなかむずいなこれいい題材を選ぶかどうかだ、ね、そうだね漫画以外でも映画でもできたから、うん、なんか他でもいけるのかもしれないですね確かにそうだね、うん、なんか他にもありそうだね漫才のネタ当てと 1> m 1のさ 1> あそれ面白い、ね、<laughs> m 1のネタを音だけ聞いて <laughs> あ<ー>まあこういうやり取りしててみたいな。 <laughs> こうやってボケたみたいな,なんか <laughs> それボケの言葉言ったら分かりそうですよね <laughs> コントとかもね確かに、ね、当てられそうなものがありそうですねうんちょっとじゃあこの形式引き続き漫画以外でもちょっとやっていってみましょうかそうですよねなんかちょっと模索していこう、はい、うんというわけで本日はありがとうございましたありがとうございました